源の中世は、平安時代後期の武将、歌人、馬場中世とも言う、三河守、源、頼綱の次男、神は14位下、下野守。石関家高等、蔵人所座式を務めた後、家宝2年に、兄、民国と同じく、堀川天皇の6位蔵人に任じられた。兄弟で共に蔵人に任じられる例は稀であり、 白川院を呼び石管家による優遇が背後に損したと考えられている。これに対し、藤原宗忠は行き過ぎた処遇であるとして批判した。下法三年、左兵城に任じられ、翌正徳元年正月に除諸。摂津源氏の本拠地忠相を継承し石管家に、近じした兄、民国に対し、中世は白川、鳥羽両院に仕え、ケビー氏、皇后宮大臣、兵後等。 死者守る、下野守るなどを歴任、以下は、十四下に至った。皇后宮大臣在任時の天人元年には、中世の老中が、尾張郡森、藤原たすくみを襲い刀傷を負わせる事件が起きたが、これは、スケミとの愛人をめぐる争いが原因であった。この話は後に、実金賞にも載せられている。また、現営、保安年間には、 最国で朝廷に背いて、追悼を受けていた、源義地下を自称する者が出現し、これを捉えるという訓功を挙げている。父と同様に歌人としても名を表し、和歌の道を通して、源の年より、藤原ため、ただし、藤原歳ただ、藤原春勢藤原家なりなどといった、中級貴族と信仰が厚く、摂政藤原市通の歌合わせにも招かれている。 その映画は、金曜週以下の直線和歌集に、計15州が日州するほか、藤原ため、ただの歌集、丹後氏ため、ただとも進化1 0などに多く収録される。また歌集として、よもぎや州がある。法園年間に家徳を、着難、よりまさに譲って引退したとみられる。広代、馬場氏や池田氏が、中世の光栄を称している。ありがとうございます。